私はパニコ、28歳。両親の経営する会社で、日々、仕事に精進しています。私は一人っ子で、両親と3人暮らし。仕事が楽しくて、結婚もまだまだ先だから、両親といっそのこと、高級タワマンにでも引っ越そうかってことになったの。いろいろあるタワマンの中から、両親とたっぷり話し合って、一つの物件に絞りました。駅近だし、パンフレットを見る限り、間取りもいい。両親もこの物件には、大賛成。そして早速気になる物件を内見することに。内見の担当営業マンとの打ち合わせは9時。私たちは10分前にマンション前に到着しましたよ。外観はなかなかいいわね。やっぱり高級感があるわ。うなずく両親。そのまましばらく外観を眺めていた私たちだったんだけど、しばらく待っても営業マンが来ないのよ。もう約束の時間を大幅に過ぎているのに。約束の時間間違ってないわよね。おお、かれこれ30分はオーバーしてんな。俺の携帯の番号は不動産会社に伝えてるんだから、遅れるなら連絡くらいしてほしいよな。そうよね。お父さんの知り合いのどうする不動産の上田さんって人が来るの？ああ、その予定だったんだけど、なんか休養ができたらしくてな、急遽違う人が担当するんだとよ。そうなんだ。それにしても遅いね。私たちがそんな会話をしていると、どうも、どうする不動産のまさかです。ああ、どうも、今日はよろしくね。本日はご購入ということでよろしくお願いします。え、おいおい、待たせたくせに謝りもしないのか、あんた。何？鍵忘れた。は？ちょっとお待ちくださいね。今から後輩に鍵持ってこさせますんで。ちょっと、申し訳ありませんの一言くらい。ああ、もしもし？そう言って、スマホを取り出し、電話し始めたまさか。私も両親もポカーンです。ここで。おい、てんめ。まあまあ、母ちゃん、ちょっと待ちなって。そうかい？せっかくいい物件なんだからよ。まあ。そうだね。じゃ、もうちょっと。俺だよ、俺。どうする不動産のトップセールスマン。エースだよ、エース。鍵忘れちったんだけどよ。持ってきてくんね。急げよ。すぐにな。じゃ。私は、父にこそこそっと話しかけたの。営業マン、変わってもらえないの？すると父は、こう言ったんです。どうやらエースらしいから。エースの営業っぷり見せてもらおうじゃないか。よっぽど面白い営業してくれんじゃねえのか。父、きっと何か考えてるわね。含み笑顔がそれを物語っているわ。それから数分待つと、まさかの後輩という人が鍵を持ってきました。そして私たちはようやくマンションの中に。中は私たちの想像通り、本当に素敵な感じ。お母さん、このキッチン最高！収納スペースも多いし、窓からの景色も素敵ね。ほんとだね。これなら料理するのも、ますます楽しくなるね。私と母がキッチンでウキウキしていると、父はお風呂場が気に入ったって言いに来たの。私、この物件がやっぱり好き。私もここがいいね。お父さんはどう？俺もいいと思うぞ。よし、パニコ、ここに決めよう。そうね。でもさ、問題はあいつよね。そうだね。あいつのふざけた態度、ありゃ一度富士山のふもとにある湖のどっかに沈め。お母さん、ストップストップ。母ちゃん、俺は母ちゃんのそういうところにしびれるけどよ、今日のところはおとなしくな。そっかい。だって私じゃああいうのが一番我慢できないのさ。あんな野郎はね、天日に干してから一旦塩漬け。お母さんってばん。はいはい、分かってるさね。けどね、あの男を見てるとついつい縛り上げて通天閣のてっぺん。母ちゃんってばよ。分かってますよ、黙りゃいいんでしょ。さて、どういう対応するか楽しませてもらおうじゃないか。
私たちがそんな話をしている間も、まさかって男はスマホで何かしているんです。 LINE の返信していたり、ゲームしていたり、挙句の果てには自撮りして加工してるし、こいつ私たちに販売する気があるのかしら。だからね、あまりにやる気のない態度を見かねて、私はっきり聞いてみたんです。あのさ、あなた私たちにマンションを販売する気あるの？そりゃもちろんですよ。ね、どうでしょうね、気に入りました？気持ち決まったんですか？ええ、決めたわ。あ、やったー。いやー、俺の売り上げ一気に上がっちゃうな、ラッキー。じゃあさ、早速ローンのお話しましょう。ちょっと待った。その前に、私たちあなたのその態度にものすごーく腹が立ってるの。俺なんかしましたか？遅刻してきたのに謝罪の一言もなかったわ。いやー、会社出る前に上司に呼び止められちゃって、その後駅前でコーヒー飲んでいこうと思ってたら、店員がとろいやつでコーヒーがなかなか来なかったんすよ。鍵も忘れてきたわ。いやー、いつもの場所に鍵が置いてなくて、上司に聞いても後輩に聞いてもどこにあるか知らないってその時は言ってたんすけど、後になって俺自分のデスクの引き出しにしまったこと思い出して、てか昨日休んだやつが多くて、そいつらのせいで忙しすぎてバタバタしてたせいで忘れちゃってたんすよ。さっきスマホで遊んでたわよね。いや、後輩から LINE がめっちゃ来てて、なんか知らんけど上司が怒ってるって言ってきて、面倒なんで無視してたら電話までかかってきたし、それでスマホ見てたらソシャゲのガチャ今日までだったの思い出して、慌ててガチャ引いてたんすよ。で、マンションの名義誰にします？呆れた。これが社会人の言うことですかね。すると父が落ち着き払った声で言いました。名義は俺。私のイライラメーターは振り切れそうだったけど、両親は至って冷静だったのよね。むしろちょっとニコニコしちゃってるし。はいはい、名義は旦那さんと。で、お仕事は？自営業だ。急に顔色が変わったの。はぁ、あ、自営業？ローン組めないでしょ。はぁ、あ、お、自営業だとローンは組めないのか。うわぁ、いるんですよね、お客さんみたいな人。はい、どういうことかしら？いやぁさぁ、ローン組めるか組めないかよーく考えてみたらわかると思いますよ。商店街のおっちゃんがタワマンのローン、ありえないありえない。どうやら自営業者にタワマンなんて買えないって思い込んでるみたいなの。なんて失礼なのかしら。こんな営業マン生まれて初めて出会いました。かなり高い買い物になるんだし、ほんとこんなやつから買いたくない。だからね、私言ってやったの。じゃあ帰ります。だな、いいだろう母ちゃん。ああ、いいともさ。私はこれ以上ここにいたら、この男の首根っこへし折って。お母さん。だってね、パニッコ、そんなこと言ったって、さっきからこの男の顔を見てるとどうしても柱にガムテープでぐるぐる。はい、そこまで。母ちゃん、相変わらずしびれるぜ。とにかくもう帰るわ、私たち。ああ、そうっすか。やっぱな、時間の無駄でしたね。あんたきっと後悔するわよ。ああ、まあ契約してもらえなくて俺の手柄にならなかったってのは残念だけど、ローン組めない相手に言って上司に怒られるのもめんどいから、まあよかったっちゃよかったかな。ヘラヘラ笑ってるまさかだけど、こいつが笑っていられるのも今のうち。私たちを甘く見たことを後悔させてやろうじゃない。そして私たちはマンションの部屋を出たんです。するとすぐさまある人物が現れましたよ。パニオ様。あせあせしながらやってきたのは、どうする不動産の社長上田さん。申し訳ありません。あ、社長どうしたんすか、そんな焦っちゃって。お前。ああ、そうだ、社長。この人たち、完全に冷やかしですよ。冷やかし。しょぼい自営業のくせに、夢見るタワマン見に来ただけで。てか、今日の契約取れなかったの、俺のせいじゃないですからね。むしろ俺、かわいそうな輩に当たっちゃって、俺の貴重な時間を返してくれってもんですよ。待て、あれ？社長、顔青いっすよ。どうしたんすか？
お前、やってくれたな。あ、この状況が分かっていないのはまさかだけのようですね。母ちゃん、俺たちがこんな扱い受けたのはいつ以来だ。そうね、もう何十年もこんなことはないけど、あまりにも見下されたもんだから逆に笑いそうになったわ。申し訳ありません。いや、ああ、上田さん、意識ぶっ飛びそうになってるんですけど。実は父、まさかの態度に腹が立ち、社長の上田さんに連絡したみたいなの。ちなみに、どうする不動産は、父と仕事上で付き合いがある会社。めちゃくちゃ頭を下げている上田さん。父の後輩だし、母の、昔の、舎弟というやつらしく、中でも末端の方だったみたいで、母のことは、そう、まるで、エンマ様、まるで、女神かなんかのように、敬っている、とのことでして、はい、これ以上は聞かないでください。というわけなんで、もう、汗汗ですよ。まさか、お前、この方たちをどなたと心得る？は？ただの自営業。この方々はな、パニグループ創業者一家だぞ。パニグループだぞ、パニグループ。え？社長のパニオ様に、奥様、一人娘のパニコ様だ。お前、今日一日、この方々にどんな。知らなかった。知らなかったで済むか。お前、どんな態度で。ああ、知りたいですか。私、録画してたんで。はい、これ。私、こっそり録画してた映像を見せてあげました。そしたらね、上田さん、プルプル震え出しちゃって。上田さんよ、これ見てみな。これが、あんたんとこのトップセールスマンの接客だよ。そう言って、スマホを指さす父。いや、大変、申し訳ありませんでした。不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ございません。もう、本当に、なんてお詫びすればよいか。まさかはずーっとあわあわ。上田さんの対応を見て、自分がしでかしたことに気づいたみたいね。あのさ、ことの大きさ、理解できた？営業マンのエースさん？震えちゃって、もう言葉すらまともに話せないみたいね。まあ、そりゃそうでしょ。すると父が静かに言ったんです。まさかさんとやら、あんたはな、このマンションの売り上げだけじゃなく、どうする不動産の未来も潰したんだよ。わかってるかいそれ。パニオ様にな、パニグループの傘下に、うちの会社を入れてもらおうと相談していたんだよ。なのに、なんてこと。すると、母も静かに言いました。上田。今回の傘下の話はとりあえずなしだ。あんたのところは、まだまだみたいだからね。はい。社長のあんたがまだまだだから、社員が育たないんだ。もうちょっと修行して、出直しておいで。一回、もう一度だけチャンスをやる。いいのか、母ちゃん。女に腹立ってたのに。若い時ってのはね、誰でも透かしたことをしてみたくなるもんさ。仕事の何たるかも、社会の何たるかも、まだ青いうちは分かんないもんさね。私らもそうだったようにね。まあそうだな、俺たちもやんちゃだったしな。そうさ、誰でも間違いはある。だけど誰でも学んでいけば成長するもんさ。大切なのはこの後さ。そうだろパニコ。そうかもね。この先上田とまさかがまた同じような間違いするようなら、私はそん時は容赦なく東京湾の底に沈む。お母さん。はいはい、わかったよ。そん時は容赦せずにコテンパンにするがね。失敗を取り返そうと努力するやつには慈悲の心ってやつで接してやら。わかったらもっと立派になって出直してこい。またその時にあんたの成長具合を見て傘下の話を進めるか、それとも梅。お母さん。わかってるって。視聴者さんへのサービスだよ、サービス。とにかく頑張ってみな。はい、ありがとうございます。
とまあこんな感じで撃沈された上田さんとまさか。がっくりうなだれた二人を残して私たちは帰ることにしたの。でこの後どうなったかというと、マンションは気に入ったからその場で購入を決意。もちろんローンは組まずに一括でね。上田さんは泣いて喜んでいたし、まさかはメソメソ何言ってるかわかんない。その後まさかは自分から会社を辞めたって。で一から出直すとか言い出して、うちの商店街の小さな不動産屋さんに面接に来たんだと。今回のことはみんな知ってるから面接で落とされたんだけどね。そしたら隣町のこれまた小さな不動産屋さんのところに行って、どうしても働きたいって土下座までしたみたい。仕方なく雇ったらトイレ掃除やエアコン、換気扇の掃除から始めて人が変わったようになっちゃったらしいわ。でね、口癖が、俺はパニカーさんとの約束があるから俺はパニカーさんの弟子だっていやいや勝手に弟子になったりして、めっちゃパニカーに憧れちゃってんじゃん。上田さんはいろんなセミナーやらキャリアアップの講習会なんかに行くようになり、自分もスキルアップしたいって頑張り始めたんだとか。今まであんまり社員のことも気にしてなかったみたいだけど、今じゃ毎日社員全員に声かけして現場にも必ず出向くみたい。上田さんの会社もきっとそのうち生まれ変わるわね。来週はいよいよそのタワマンに引っ越すんだ。いやー、いろいろあったけど、なんとかなったな。まあね、人生ってのは山あり谷あり。でもね、ずっと上りでもずっと下りでもないのさ。それに気づく時期ってのは人それぞれ。今回はちょっと勘違いしたままの人間に出会っただけで、すでに気づいている私らが修正してやったってだけの話さ。年長者が若い者を悟して導くのは当然のことさね。母ちゃん、かっこいいな。ほんと、さすがパニカーね。何事も勉強ってことよね。その通り。あー、早く引っ越したいわ。夜景を見ながらのプリンも美味しそうよね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。